ただですね、まあほぼ見る必要ないのでうろ覚えだけど、まず4つ戻る2、まあ、あえて反応してくれるので、あ、旅人さんですね、一応渡そっか。どうぞー、ありがとう。ってことで4つ戻るので、あーやばいランダムで飛ばされちゃうんだっけな、確か。どこだここは、どこだここは。まあでもね、上にあるので、上行けばね、よっぽど大丈夫なんで。だいぶ近いですね、多分こっちで合ってるってことは。この辺だと思う。あった、ここにはめると。なんかキングダムハーツのさ、アグラバー思い出すよねみたいな俺だけ。さあ、ということで、遺跡ですね。登場しました。では、そこにご丁寧に回復あるんですけど、使えませんので、入っていきましょう。さあ、我が名はカーメン。ボスですね、このエリアの。立ち去れーって言ってるんで、普通に立ち向かっていきましょう。さあ、ということで、大変申し訳ありません。録画ミスの方をしてしまったので、こっからやり直したいかなと思います。体力はね、一緒ですね。まあ、セーブしたところに戻ったって感じなので。何ら問題はないと思いますが、とりあえず自信アタックつけときましょう。じゃあ早速、ここはね、確か色違いのサンボが出てくるので、気をつけながらね。ここは通過してっていいかな？もう、うん。通過していいけど、これが当たってくれたらラッキー。当たんないか。ここギリギリまでマリオ接触しちゃうとね、確か判定があるので。いや、ないかこれ。ないのか？ないのか？めっちゃ追ってきてるけど。まあいいや、とりあえず。ここに鍵あって、上に行きます。行きたいんだけど、行けるかこれ。いけたいけた、よかった。で、このスイッチを踏むと。そうすると、この砂がね、下に落ちてくれるので、まあ、こういうギミックを使ったからくりが多いかな、砂漠は。遺跡はね。そうするとね、さっきの下の階のところに、の、高さが変わるんで、これ届くか？いいですねー良いですねー。オッケーオッケー。で、体力確か5ぐらいだったと思うんで、爆発で倒してった方がいいのかなー。よいしょ、オッケー。で、トゲ持ってるからピンキーの攻撃通ったかなー。あ、4かなってことは。オッケーオッケー。ピンキー直接攻撃だからどうかなって思ったんだけど、これ与えれるならちょっと経験値欲しいぞ。こっちおいで、こっちおいで。いや、これこれいいよ、これいいよはめ技なんだけど完全に。当たったかなこれ。当たんない気がする。だよね。ダメージ受けちゃうよね。で、1ダメージ受けると一旦ね、体力って概念がないので、仲間のキャラには。
まあ、単純にダメージ、受けたダメージの数分のターン動けなくなるみたいな感じなんで、まあ、すごいこと言っちゃえば、3ダメージ受けると3ターン動けなくなっちゃうんで、マジで注意が必要。仲間動けないって結構ね、痛いですからね。おいで、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 おいで。おいで、おいで。これ以上来ないかな？じゃあ、これで誘って。ダメか。これ以上来ませんね。じゃあ、この辺で。いいかな？あー、惜しいな、今の。あー。じゃ、使ってしまいましょう。マジで強い、これが。まあ、FP 回復ならね、あるんで。よし。で、これは取っておきたい。トゲオガードね。あれをつけてれば、トゲ持ってる、まあ、トゲクリボーとか、まあ、サンボでもそうなんだけど、ああいうのにダメージ判定なしで、こっちの受けるダメージなしで、ジャンプ攻撃を当てることができるようになるみたいな。やつなんで、強いやつなんでね。で、まずは確か上かな。これ大丈夫かな。パレッタで戦闘には入りたくないんですよね。できたら。よし、大丈夫。で、ここを壁を壊すと。で、入る。で、ここにスイッチがあるので押します。で、下に下がるプラス、確かね、ここはね、星のかけらが出てきたと思いますので、今何個あるの？ 11 もあるんだ。まあ、縛り状使えないってことにしちゃってるけど、本来だったらね、前も言ったけど、バッジ交換とかできる場所があるんで、星のかけらはマジでね、集めておいた方がいいので、普通に遊ぶ分にはね。なので、ぜひ、ご活用ください。ご活用くださいってなんか、すげえ遠回しに宣伝してるみたいな感じになってる。で、ここは、強制戦闘ですね。倒さないといけない場所なんで、ここは戦いましょう。そうだなぁ。これは、カメキの方が良かったかもなぁ。よし。よいしょ。で、まず一体と。オッケーですねー。で、なんとか倒さないといけないので。よし。で、注意すべきのは、バサバサっていうね、名前だっけ？コウモリ。こういう地震系の技を使わないとね、ダメ、一回降りてこないんだよね。降りてこないと、しかも、ダメージ与えれないっていうね。やばいキャラなんで、特定の技しかね、ダメージ当たんないっていうか、天井に張り付いてるときはね。まあ、あとはジャンプ攻撃で当たるんだけど、結構厄介キャラなんで、注意が必要です。使い切ったね、フラワーポイントを。マロングラッセ？メイプルシロップにしよう。なんか、料理されたものは残しておきたいわ。で、もう一体いるよね。できることなら、フィンキーちゃんの爆発で、うまくやりたいところ。もうちょいグイって沿って。いけ！惜しい。ここまでしか来ないっぽいね。だから、うまく誘って、無理でした。これはきついぞ。ちょっと思ったけどさ、こっち通り抜けちゃって、こっち来ない？こっちは来ないかな？あー、そこまでしか来ないか。
階段とかまで来てくれればさ、多分確実に与える方法があったんだけど。わあ、惜しい。仕方ないか。倒すか。もったいないですが。いや、どういう順番であれ、これはやんないといけないわ。ちょっと考えちゃったけど、多分いろいろやれば切り抜けられるかもしれないけど、よしで、全倒しで鍵が出てくるので先に進めると。よーし、とりあえず上からでよかったかな。どうだっけな、上から行ってみよう。なあー、この場所か。ここはね、マジで重要な場所です。ここでね、マリオのね、新しい武器が手に入るので確実に取っておきたいところですね。まあ、やや時間かかりますが、上に登ってこの赤を踏んで、そうすると赤も変わるので、こうすればね、まあ、さっきのあの一番下からまっすぐ上に登ることができるんで。ただこのジャンプ連打しててうっかりここ踏まないようにってぐらいだね。まあ、踏んだところでって話なんだけど。大丈夫かな。え、確かね、あの二段目のところにうまくね、またがることができたらね、呪いっていうね、やつがね、確か手に入った気がするんだけど、今のこれが壊せるようになりますね。スーパーハンマーです。攻撃力自体も上がってますけど、まあ、呪いっていう、バッジポイントゼロでつけられるバッジがね、手に入るんですけど、まあ、ダッシュできなくなるよ、みたいな。そういうハンディキャップを背負ったあれなので、まあ、今回は手に入れたところで使えませんので、とりあえずこっちでいいかな。あ、ありましたね。これはぜひとも使いましょう。そうだな、どっちがいいかな。カメキのが使うかな。じゃあカメキをランクアップさせます。オッケー。で、こっちは？なんかあったっけ？いや、これ大事だ。ここ壊すと、出てくるんだよね。これってに、あ、逃げれないか。これ強制ですね。戦わないといけないやつだ。ガンガン強えんだよな。チョールさん、助けてくれ。耐えられるか心配だ。で、上がったポイントで倒しましょう。オッケー。これね、防御無視のね、貫き殴りっていうね、バッジショップで買えるアイテム、あれがあれば結構楽なんだけど、あれが手に入れれないからね。星の石ゲットです。これもね、確か3種類ぐらいあったかな。それも全部集める必要があります。これ来るよな。大丈夫か。去っていけばいいか。うわー！オッケー。これは逃げるぞ。
で踏むと。このギミックすげえよな。こうやって出てくるっていうね、階段みたいに。今のミスは恥ずかしいわ、普通に。待って、ピンキーで。あー、ピンキーは逃げれねえのか。仲間で逃げるは無理か。それができたら、願うでちょっとゲージ貯めて逃げようかなって思ったけど。シュッ、あー、マジか。しかもダメージできえんだけど。うわー、これきついわ。もう一体やるよね、だって。オッケーオッケー。ですねー。どうしようかなー。ハニーシロップ飲んどっか。こっちはいけるね。行こう。さあ、ということで、これはめる場所なんだけど、この星の石とかはね。まあ、とりあえず揃えてからでいいと思うんで。まずはね。しっかりと探索していきましょう。で、どの位置に入れるっていうのがここでわかるので、まあ、星は真ん中だね。あと三角と月を手に入れる必要があるんだけど。で、こっち行けるよね。これは取ってからだったかな。ですよねー。あー、やべえ。あ、よかったよかった。ミスったーって思ったけど、なんとかなった。よし。で、あと1個必要なので、あと一個はね、最初の方にあった気がする。ただ、スーパーハンマーを手に入れないと、いけない場所だったと思うので、一旦戻ることになりますが、ここにも確かなんかあったよな。まあ、物のついでなんで取っていきましょうか。まあ、いいアイテムだったら、ラッキーってことで。アイテムってか変な置物か。これ確かチャールズさんに渡せばよかったかな。だった気がする。最後ここだったかな。オッケー。で、結局は倒さないといけなかったと思うんで、これも。難しいね、ちょっと。どうすっか。マロングラッセ行くか。食して、ここからは確か上がってこないんで、当ててやりましょう。よし。で、一発と。で、ハンマーパワーアップしてるんで、3ダメージ与えれますよ。これ当たったかな ?1 ダメージでも入ってくれれば、あ、よかったよかった、倒せる倒せる。よーし。オッケーオッケー。なあ、ハート出てきてくれたらな、欲を言えば。欲を言いすぎだな、それは。これで倒せるか?むしろ。マジか!お前マジか。ひっくり返さないといけないのね。なるほどなるほど。
まあ、ただ体力3っぽいね、多分。これ倒せるな。で、戻りついでに、なんか倒せそうなって聞いたらね、倒しておきたいんだけど。よし。オッケー。レベル上げたいね。できることなら。一体残ってなかったっけ？サンボちゃんが。気のせいか。ああ、倒したんだった。じゃあもう向かっていくか。多分出てこないよな、敵は。まあ、いたら倒すって方向で。行きましょう。いや、いるか。いることはいるな。あの、細道にいるね。俺がたくさん先制攻撃受けたところ。あそこ行けばいるけど、あ、ここにもいるか。見にくい。見にくいけど。よし。これは、華麗に決めたい。よいしょ。よし、レベルアップだね。よかったよかった。じゃあ、フラワーポイントにしよう。オッケー。ここですね。大変失礼いたしました。で、星で、月で、三角。そうすると、ここに階段が現れるんで、下に行きましょう。BGM がね、雰囲気がね、ガラリと変わりますが。ピキちゃんで行こうかな。さあ、いよいよです。この私の度重なる警告を無視しようって。怖がって逃げていくのが常識だろうが、礼儀を知らんやつめ、ごめんね。お前を倒すまで帰れないんだよ。